するしない？それでは今回の匠見ていきましょう。南三局4本番開始です。皆さん手配を開けてください。ドラは初、土田さんのハイパイドラが1枚、あとは暗い手です。ピンズ1面図、どういった方向に行きますか今回。横横横ですよ。瞬図ですね。なんとか組み合わせを増やして、はい、理想は初が頭の両面待ち、ちゃんと重ねたい。そうじゃない場合は単矢尾のカンちゃん待ちでもリーチと、カンちゃん待ちでもね、はい。ただ急所がないんで手の中に、うんうんうん、割と進行はスムーズにいく可能性がありますね。自然なピン付けの形に座っていくと浮いてる範囲が7なんで、はい、だからかなり強い味方。4連携と、もう3番とかチーピン引いてくる必要がないんで、もうこう足りてるんでね。こういう手だとこう何を重ねてどういうのが残ってるかというよりも自然とね、そうそう、こういう風になってくるんで、はあ、いろんな打ち方できるとまたいいですね。これゆりかごに揺られてる感じごめんなさい、ピンときませんけどゆらりーとね行くわけですね、はい。あとはチーソーにローソーが来るのが最強。パーソーだとちょっと弱いけど、はい、チーソー、ローソーがくっつけば惜しいって感じ。手役へのこだわりとか見方ってどうなんですか？どこまで意識してるんですか？見ないですよ。こういう時はもう後継で上がれそうな街でリーチしたいっていう、そういう思いだけ。手役よりも形、形ですね。この曲は下茶と、あれどうですか、下茶と上茶が割と ね、 ねえ、スピード感のある、スピード感のあるね。これ無駄相撲ダメだ。無駄相撲がこの5、6、7巡目に無駄相撲が3回続いたら店じまい。5、6、7巡目に無駄相撲続く、5、6、7ね、結構ありますけどね。それはもう店じまい、やめた方がいいんですか？だからここでピュッと引いてこないと有効牌、ピュッと無駄相撲。ある程度こう展望が増えて多少無理もした局面 ありましたよね。でも今のままもう一巡無駄相撲だったら、たらもうなんちゃんには勝てないです。なんちゃんに勝てない、はい、なんちゃには勝てない。すごい。じゃあ次大事ですね。なんちゃはおそらく、はい、おそらくですけど役牌持ってる感じですよね。それが初でないことを祈りますよ。これは無駄相撲ではない、これはやや有効牌ですよね、うん、ってことはまだちょっと、まだやめなくてもいい。ただ6万6万とこう切られて、やっぱり下茶なんですよね、要注意は。だったら初泣かしちゃおうか他の人に。数万って動くパターンで今考えてます？泣くとしたら関数万ですか？チー、あ、動いていった。初切るってことですかこの次に、はい、今じゃない。もう下茶にスピード合わせないとダメ。これヤンマンは泣きやすい範囲なんで、はい、あの 場の状況からいって、うんうん、みんなつもぎりしてくれそうなんでそこを狙ってるんです。こういった動きもするんですね。はい、リャンマンリャンピンでした。こうやってね、リャンマンリャンマンと思ってると数層出た時にね、うっかりポンしそびれちゃうあ、こっちもポンだったみたいな。しっかりね、見ておかなければならない。この状況で他の方たちの持ってる展望状況って自然とリーチ来ることのが多いんですかね、転廃したら。そうですね。ってことはまだあまり意識しなくても大丈夫。はい。あ、今両面に決めましたね。両ワン良さそうっておっしゃってたのに。もう苦肉の策、初打つようなまだ形じゃないんで、初ポンされたら今度数層も三層も打ちづらくなるんで。はい、確かに。それでこれで初打ちます。ああ。誰も仕掛けませんでした。あ、俺に入ってた。泣かないと、関数は泣かないと初統一になってましたね。ただ3万入って難しくなってましたね。ああ、確かに。
親がドラを先に打ち出した、あ、3ピンをポンしました。リャングソン展開、戦いだ、よし、これで間に合った、戦いだ、なんちゃとの戦いに勝つぞ。これ悪くない街ですからね、場の状況から言って。で、シャーチャーは結構押してきてるんで、はい、うんうん、リアンソンもう一回掴んだら必ず切りますから、シャーチャー押してる手なんで。さあ、志田さんはテンパ売れていますが、他からリーチはまだ入っていません。どこまで来るか、これリーチね、来づらいですよ、この局面は。なんでですか？あの、ハツが2枚見えてる分だけ、来づらい、あの、手役がパチッと決まってる人は闇だし、この局面は。ああ、リーチ来づらいですよ。あの、初頭でリーチっていうのがないんで。トップ目と2番手は心を片付けに行くんで、あの、多分、闇手にするんですよ。ロン！あ、ロンですね。嘘、上がれた。いや、新たな引き出しをまた見た気がします。タンヤを。タンヤをブー。はい、1500の4コンバー。2700、はい、2700点。いや、土田さん、こういった進行もお使いになられるんですね。はい、そしてまだ親を続ける気ですね。5本番になりました。あれ、この曲おかしい曲だった。シャワちゃんの手がちょっと見たかったな。じゃあ皆さん見てみましょうか。だよね、そういう手が入ってるよね。どこでそんな違和感感じたんですか？いや、あの、もうこれですよ、嘘。嘘？あの、関数が小さい時に嘘をスッと切ってきたんで、はい、あ、手入ってんなって。手ってあのボリューム感のあるね。あ、親がこの動き方をした時に、ね、パッと切れたんで、なるほど、あの、打点系の手が入って。お、テンポいいじゃん。今ね、最後考えてましたけど、ギリギリの間合いを見てたわけですね。イースワン、イースワン嘘でリーチか。行くか。なるほど。ただ、取りに行くならね、やっぱりこう。サブロスソーだ。サブロスいい街ですからね。予想外ですね。サブロスソーが意外といないんだ。嘘。いや、今回、なんかこう、皆さんの大物って潰しましたね。こういうこともね、やらないと。そうですね。織り混ぜていかないと。今までのパターン、こういう動きあんまり、語られませんでしたもんね。はい。まだじゃあ隠してる土田講習いますね。初がドラだけにこうしないと間に合わなくなるって。今回このドラを打ち出せるっていう、また自分があの十分系のインシャンテンになったんで打ち出せたっていう、あの、その中途半端なインシャンテンでは切らないんですけど、443では、うん、これは確かに実践的な一曲でした。皆さんもぜひ参考にしてください。ご視聴ありがとうございました。親がまだまだ続きます。次回もお楽しみに。おぞす。南三局5本場、どこまで展望を稼ぐんでしょうか。行きましょう。ドラがローピン、皆さん手配を開けてください。稼げども稼げども、我が暮らし楽にならず我が手配良くならず。そうですね、現状まだ3着目か。パランパランだよこれ。順が統一ですが、残りの形はまだ厳しい。この手どうしましょう。いや、仕掛けですよ。仕掛けていく、ええ、後の形は打点はどこですか。いらない、なし。1500 かっこよく言い切りましたね。1500。こちとらの打点が低いってことはみんな高いわけですから。そうですよね。もうリャンマンからポンですよ。え、リャンマンから動くんですか、リャンマンポンです。スーワンはチーですよ、当然。イースピン当然ですよ。全部ですか。全部仕掛けていくんですか。そう、あ、イースピンは仕掛けないですよ。ローソーはローソーポンです。で、1万も2枚出てるんで、ここはイースワンになってもよくないわけじゃないですか。確かに。だからもうポンポンでこう片付けていかないと。全局から泣きを多様化する打ち手に変わってきました、土田幸翔。いや、もえないね、手腹なんだもん。これ三シャンテンですから、2つは泣かないと間に合わないですよ、はい。E1 の次、3ピンが出てきた。目いっぱい広げといてからのツモがどうなるかですね、これね。チュンが出た。さあ、チュンを仕掛けます。チュンを泣いてダパーワン。これはほら、大切なポン材として重ねたいわけですよ。イースを重ねたいわけですか。はいはい、ああ、出ちゃった。ああ、ダメだ。一応、形の候補は足りている。はい。
回も目標は親のレンちゃんに向けて、今度は連想の統一を、あ、求めて求めて、ヒーソーは切っちゃうんですね。ここの皮がね、ちょっと満品だけなんで、はい、あのペンサンスを残すほどじゃないなっていう。だからイーソー素直に切れたんですね、はい、4万食えると嬉しいんだけどな。カンちゃん西ヨーロッパになっちゃった。いや、この切り方ってどうするのがいいんでしょうかね。カンサンソーの受け入れを拒否。どうしてもね、これはウーワンとか打つとダメになっちゃう、はい、手が死んじゃうんですよ。どう違うんですか。2468で残るのはやっぱダメなんですよね、残し方、こうやって切っとかないと。今度は数層、この357はいいんですよ、奇数カンちゃんは。偶数カンちゃんは弱いんで、奇数カンちゃんにしとかなきゃいけないんですよ、手配は。なのでマンズの方を優先的に残したわけですね。そうですね、神社との兼ね合いですけど、ああもうダメね。え、進んだのにダメなんですか。これ弱いんですよね。まあこれ必死にテンパイ取りに行くだけの手になっちゃった。そうですね、パーソー切りいいシャンテンです。もういい形が天高で生まれないんで、8万振り点なんで。確かに。ですから3万打って甘露湾にしてどうなるかってことですね、テンパイの時に。あ、関数1には取らない。だからイース1チーでも関路1なんで、関路1でどうかなってとこですよね、うんうんうん、もうパワー3枚切れてしまったんで、帰ってくるにもですね、厳しいですよね、これ。あとはなんちゃがいつリーチ来るかですね。あー、もう闇点に構える可能性もあるんでね。 こっちは非常に打点が低いんで、はい、まずいですよね。ロンって言われたら5200以上、覚悟しないと。あ、ここもペイちゃんもやっぱりね、かなり強い攻めをしてきたんで、はい、テンパイしましたけど、弱い町なんで、関路湾これ上がれると、はい、次の曲はフィーバーしますよ、手は。え、なんでですか、これ上がれると。この安いボロボロの手を上がれると次の曲はフィーバーするんで、ね、ロンワンはどうです。悪くはないんですけど、良くもないっていうね、B クラスの街ですね。ああ、もうチーピン、ああ、テンパしてるな。この状況ならリーチをかけてこないパターンも多い。かけてこないですね、これは。でも、ロンと言われた時には、それなりの打点が。そう、ここに6万がないとダメなんだな。もう、終盤になればなるほど負けるんですね、この街は。じゃあ、これどこまで行くんですか、最後まで。いや、違う。ワンチャには振らない方向で行くんで。今もう、テンパ入っててもおかしくないですか。テンパ入ってます、ね。あ、入ってる。はい。どこまで行きます、これは。山越しだったんだ。これ切れます。これ切りづらいね。なんちゃの捨て牌運送チーピンあたりが濃い牌ですが、もう闇点が入っているんではないかという土田さんの予測。これはきついな。しょうがないわ。でもな、行くんですか、やめるんですか。かー、やっちゃった。打ちました。まあしょうがないな。かなりケアはねしてましたけど、はい、このチーソー放獣となってしまった。もうね、この6万の頭見てください。ああ、絶対僕に振らない形になってるんで、はい、これ弱いですね、非常に弱い。今回ギリギリの間合いチーソー放獣となってしまいましたね。親が流れ、また点差が少しついた形ですか。トップ目と跳ねまん積もればトップですですね。だけどやっぱりウーワン打って安全に行く手はあったんですけどね、それはちょっと弱いという判断で、前向きに行った結果放獣となりました、はい、うん、親流れ。この後はオーラス、皆さんの手配もよかったら開けていただきましょう。あら、すごい、あら、綺麗、いいか、すごい光景のイシャンテン。あちらも光景のイシャンテン、爽やかですね。土屋さんの手がやっぱり一番キューピンね。数値層が2枚かいますね。3枚か、あ、2枚か、2枚ね。うーん、弱いな。この町に追い込んじゃったの自分でね。少しこう、作ってる最中も違うな、ダメだなという声ありましたもんね、うんうん、伸び方がね、良くなかったんで。想像のカンちゃんとかさっと埋まってると、うん、全然話は違ったんですけど、少しご自身でまだ迷いが生まれるようなお顔になっておりますが、まあここまで復活しましたからね、オーラスドーンを迎えてどのようになるか。
そうね。少なくとも2番手で終わらないと。なるほど、はい、目標も持ってという形ですね、はい、ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。